車両用で他社で一番好きなルアーを教えてください。車両用、車両用。グースかな。グース好き。あとは、カゲロウも、アイザーの開発してるとき結構投げましたけど、やっぱすごい釣れるんで、ああ、絶対好きだろう。好きなりますよね。アイザーで出ない状況で、最後、じゃあカゲロウなら出んのかなって、ちょっと投げたときが結構あるんですけど、まあそれで出て、ああ、すげえってときもあるし、出なくて、はあ、よかったっつってほっとして、もちろんそこにちゃんと差が出るようにじゃなくて、テストなんで真剣に釣りに行くんですけど、出なくてほっとしたりとかしてっていう感じで、ハラハラさせてくれるって点で言えば、カゲロウも思い入れが残ったあるわですね。あとはまあハンマー、ミラクルアクスハンマーとか、まあ、TK、タックルハウスのね、TKLM もシャローでは結構釣ったし、まあいっぱいありますね、いっぱい。でも、グースすごい、なんか、一本、シャローで今日一日これ投げてっていうなら、これ投げて、なんか一番釣ってって言われたら、バトルで勝ってって言ったら、グース選びますかね。それぐらい素晴らしい性能を持ってると思います。グースを、フックをいろいろ変えるとアクションがすごい変わりやすいんで、ノーマルでも抜群に釣れるんですけど、より波動を大きくしたかったら前の方のフックを大きくしたり、それでレンジも入ったり、なんかいじりようもあって、基礎性能がすごい高いんで、とてもいいルアーですね。シーバスから見たルアーフックの違和感についてです。シーバスからフックはどのように見られているのかを考えることが多いです。表層だとシーバスがルアーを見上げるためフックのシルエットがモロになると思うのですが、ボトムだとシーバスがルアーを見下ろす、もしくは横に見るためフックの存在が分かりにくいと思います。村岡さんはシーバスから見たフックについてどのように考えておりますでしょうか。基本的にフックがないルアーは食いが格段に良くなります。だから、それはね、もう実験っていうか自分の実体験で明らかなんで、確実にシーバスはフックがあるから最後食わないとか見切ってるっていうのは相当あるんじゃないかなっていうのは自分の結構確固たる結論ですね。で、じゃあそのフックをどう見せないようにできんのかって言ったら、ノーアイディアっていうか、どうしようもなくねって感じで、はい、もう特に表層はしょうがないですよね。だからまあ細軸使うことで少しはできるかもしれないけど、この細軸のデメリットもあるし、ってぐらいかな。まあもうね、シーバスに限らずです。GT でもフックなしは本当によく出るし、ヒラマサでもフックなしはすぐ出ますね。だから、シーバスも試しにいないかなと思ったら、フックなしなんか投げたら、まあシーバスは、ボートシーバスぐらいだとすぐ結果が分かりやすいかと思いますね。はい。カーとカーの合流に発生するヨレの攻め方で迷走しています。ヨレの真ん中、端、先端、末端、どこが狙い目でしょうか。主なフィールドは隅田川です。ヨレ、まあヨレ、合流のヨレでしょう。基本的に深い方から流れてくるメインの流れがどっち側に押し込んでるかっていうのをすごい意識したらちょっと変わるかなと思いますね。まあ最終的にそこ書いてあるこの全部を叩くことが大事なんですけど、まず真っ先に考えるのは押し込んでる側、強い側ですね。で、よりはぶつかってるけど、絶対メインの流れが押して反転流が回ってきて当たってたりするんで、そういう時はもうまずはメインの流れ側に打たないとダメですね。はい。で、まあ合流って言っても、こう二つの川がぶつかってる時なんかは、まあそういう時はね、大体その潮目の下はめっちゃ浅いんですよ。砂が溜まって。だから、まあ全ての場所を、でも一番いるのはその末端ですね。その潮目が作る地形変化、
で、合流側で言えば、潮目ができたら、その下は流れがぶつかって滞留する、滞留というか押し付け合うことで砂が溜まって、もう綺麗な V 字の馬乗せになってますんで、その馬乗せの一番お尻に鈴木がいるときが多いです。で、川の真ん中なんかにそれがあって、前もあるときは前にもいたりしますけど、よくある合流の中洲の先端なんかはそういう感じですね。で、反転流から来る流れが隅田川多いですが、そういったときは、強いが、どっちかというとそこに地形変化はないので、水の壁みたいなイメージを想像して、その壁をストラクチャーとして見たときにそこにつくんで、まあそこをね、俺が鈴木に似てる。はい、やってみてください。ラーメンマン Z さん、たびたびすみません。春から夏にかけてバラしまくります。バラしを軽減させる方法を教えてほしいです。これちょっと今度動画にします。動画にしますが、やっぱり、ね、状況でどう食ったかで合わせとファイトの仕方を変えるしかないんですね。で、まあ、要はフィネスでやるか、ハードで、パワーでやるかです。で、その判断の仕方とかは、ちょっと今一言で言えないんで、ちょっと動画に住んで楽しみにしておいてください。ハウツー動画はね、ちょっと復活しようと思ってて、だいぶネタが溜まったんで、それを春撮りますんで。アングラーたけしさん、シーバス釣りが上手になりたいです。釣れる理論を勉強したいのですが、おすすめの勉強方法ありますか？いや、これはもうマサッチ釣りチャンネルを最初から最後まで全部見ることが一番と言いたいけど、実際今の自分の釣りの知識の、まあ、ね、やっぱ全部出てるわけではないので、いろんな人の見てもらったらいいと思います。で、シーバス釣りだったら、やっぱ泉さんの本は面白いと思うし、だから今売ってるやつだったら、俺が思うベストは泉さんの本かな。なんかあったでしょ？教科書。なんだっけ？シーバス釣りが上手くなる本とか言わなかったっけ？まさに。大木さん、バチ抜けパターンのルアーとして、細身のジグヘッドワームをミドストのようにアクションするのが効く気がするのですが、村岡さんはバチ抜けパターンにワームを使うことをどのように考えてますか？いや、もう全然釣れるなら使ってもらっていいかなと思いますね。でもハードプラグでも釣れる状況なら、ハードプラグで釣った方が楽しいっていうのも自分は思うんで、極力ハードプラグで挑むけど、ハードプラグでどうしても出ないなら、で、ワームで釣れんならワーム使いますね。ってぐらい。まあ、好き嫌いでそうしてるってぐらいで。はい。小黒さん、釣り場の先行者なんであんな偉そうなんでしょうか。お前の川かっていつも。そういう人もいます。縄張り意識って、生きる人っているんで、公共心がある人は、多分そういう態度取らないんですけど、結構日本人の一定数の割合で公共心がない人がいるんですよね。で、公共の代わりに世間体があって、それで、こう善悪だったり、その人の立ち振る舞いを決めてる人が、半分ぐらいかな、下手したら。そういう人は公共の場がないんで、自分のその釣り場が自分の権利になってるんですよね。だから、そういう対応しますよね。そういう人は近寄らないに限ります。多分、その、公共心がある人は、公共心ある人と付き合っていくのが一番で、もうここは本当に日本を二分する問題で、なんか残念なぐらい。日本っていうかアジア人はないんですよね。パブリックマインドみたいなのがね。ない人が多い。はい。です。鈴木福子さん、ブルブルの社員旅行はやっぱ釣りですか？そうですね。ちょっと自分は2年連続行けなかったんですけど、俺だけ置いてかれるっていうのが2年続いて、ちょっと非常に恨めしく思ってるんですけど、まあ俺が悪いんですけど、入院したりしたからね。で基本的に考えとしては、まあ経営者としての考えは、社員研修旅行って形で、一応ちゃんと釣りをしっかり学んでもらうっていう形の研修旅行にしてます。だから、ちゃんと報告書も書いてもらったりして、何を学んだか。だから、
ある年は北海道の伊藤釣り行ったり、玄海灘の平正に行ったり、まあ全員でやるんですね。で、やってる連中もいるし、初めてやる連中もいるし、バリ島に GT 釣りた時もありますね。で、それで、初めて GT に挑んで、どうでしたかとか、ね。でもそうやって経験値が増えれば増えるだけ、まあ、社員の釣りレベルが上がれば、メーカーとしては強くなるだろうってことで。で、まあ、例えば普段、平正ばっかやってる人は、じゃあ自分のお金で糸釣り行くかったら行かないし、ね、こう普段、おかっぱりばっかりやってる連中が、GT 行くかったら、特に若手なんか行けないじゃないですか。だからそこはやっぱ会社のお金で行って、経験させてあげることで、社員全体のレベル、業務レベルを上げる、釣りのレベルを上げれば、開発でもプロモーションでも絶対ね、プラスにはなってくると思うんで、やってますね。で、まあ、釣り行くとみんな仲いいんで、安心するというか、もう夜の懇親会の後も、誰かの悪口言うとかじゃなくて、ひたすら今日の釣りがどう、俺はどうだった、あいつはどうだったって、ずーっとやってるんで、まあ、釣りバカたちはいいですよね。はい、いい会社だなと思って私はニコニコしてます。狭間さん、先日初めて釣れたシーバスがランカでした。おめでとうございます。村岡さんが以前いきなりランカが釣れるのは運が良いのか悪いのかわからないとおっしゃってましたが、ある意味いきなりミッションコンプリートでちょっと言ってる意味がわかりました。そうですね、そういうことです。なんか高校生とか中学生で女の子と初めてデートなのにいきなり最後まで行っちゃうぐらいの味気なさって言ったら女性は引くかもしれないけど、あ、それはないだろうなって多分男性思うのと同じことを、あなたはしました。はい。でもまあそのランカ以上もあるしね。また道は長いですよ。もうね、自分も三十何年ずっと追っかけられるぐらい楽しんで、目いっぱい楽しんでくれたらと思います。ゆうやさん、釣りビジョンでの村岡さんのシーバス番組はもうなくなるのでしょうか。はい、なくなってしまいます。新しいシーバス無双に出演したりするのでしょうか。今のところ予定はないですね。まあ、釣りビジョンでの釣りはもうちょっと自分の釣りはやりきってないんですけど、もう14年、ランガンソルトも入れたら17、18年やらせてもらったんで、まあ、もういいかなというところですね。やっぱ、何かを捨てないと、ね、新しい何か始められないんで、その、手放す。まあ、もちろん未練もちょっとあるし、ね、もっとやりたかったこともあるけれども、新しい。あとね、もう自分の人生も平均寿命まで28年ですんで、まあ、それを考えたら、何かを手放して、いくつかのことを手放して、数年でもあるんですよね。その一つです。はい。スイッチヒッターで釣れないエリアはパンチラインでも釣れない可能性高いですか？そうですね。多分、まあ、可能性高いでしょうね。エリア、まあ、なんかスイッチヒッターが活躍するのは比較的オープンエリアだと思うんですよね。ストラクチャーとかにね、タイトに当てていく。ルアーじゃなくて、まあパンチラインもそういうタイプの、どっちかといえばそうなんで、釣れない。同じ使い方だったら釣れないでしょうね。だから食わせるルアー、まあ大野有機系とか同じ身辺でも、そっちだったら結構釣れたりもするのかもしれないな。はい。ちょっとエリアっていうと広すぎて何とも言いませんが。